ハイタイ、那覇市のハピナハにやってきました。今回はこちらの皆さんと第9回沖縄国際映画祭についてお送りします。よいしょ、よろしくお願いします。それでは皆さん自己紹介をお願いします。浦添から世界へ、浜子宮川ちらかぎです。あったあったあなりましたよ。宮川たまこさんで、普通に自己紹介お願いします。たまこです。そして我々、初恋クロマニオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近い。さあ、それでは今日のマンチワードをたまこさん、お願いします。女優たまこもレッドカーペット浴びちゃいます。すごい。そうなった。女優じゃないですか。個性派女優です。そんな興奮冷めやらぬ中、今日のマンチワードはこちら。35万人が熱狂。さあ、毎年楽しみなイベント、島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭の見どころを芸人の皆さんに紹介してもらいましょう。わかりました。第9回目の今年は4月の20日から23日の4日間にかけて開催されます。那覇市の海空公園をメイン会場に、中城村、北谷町、宮古島市、石垣市、そして12市町村の会場で様々な催しが行われます。まさに島全部で大きな祭ですよね。そして健吾さん、はい、毎年恒例のレッドカーペットもやっぱり外せないですよね。ねえ、笠原さんねえ。ちょっと玉子さん待っててね。いや、先輩でしょ。あの、今回ね、あのレッドカーペットは過去最長でございます。23日に国際通りで行われ、国内外の人気俳優や芸人、映画監督など多くの著名人を間近で見られるチャンスなんです。そうなんですよ。今日玉子さんがお召しになっているカーディガンはレッドカーペットの生地でできてるんですよ。違うでしょ。ね、普通の記事ですもんね。そして、沖縄国際映画祭では、地域を活性化させたいという熱い思いをバックアップ、全国各地の皆さんがバラエティ豊かな地域発信型映画を制作しました。作品も地域の魅力がたっぷり詰まっておりますよ。はい、そしてですね、その他にも CM で地元愛を表現する地元 CM コンペティションが今年も開催されます。県内41市町村がその土地ならではの魅力を30秒の CM で表現します。現在インターネット投票が行われていますので、ぜひ皆さんも投票に参加してくださいね。そして多彩なイベントも見どころですよね。はい、人気芸人総出演によるお笑いステージや音楽ライブ、楽しめるイベントが盛りたくさんあります。とにかくすごい大盛り上がりで、去年は県内外でおよそ35万人の方が訪れて、最近では外国人の方も増えてきてるんですよね。うん、実は県では海外のメディアを誘致して沖縄国際映画祭を世界各国に PR してるんですよ。それが海外からの観光誘客につながっているわけですからね。うん、というわけで駆け足で紹介してまいりましたが、最後に世界の松田さん、メッセージをお願いします。オラガ村、読谷村、アザイラミナは大盛り上がりだ。チブチブじゃん。島全部で大きな祭、第9回沖縄国際映画祭は4月20日から4日間の開催です。詳しくは公式ホームページをご覧ください。皆さんもぜひ会場で一緒に楽しみましょう。続いて県からのお知らせです。沖縄産業開発青年協会では、3ヶ月間の研修で5つの資格を無料で取得できる研修生を募集しています。詳しくはご覧のところまで。県では看護師や保育士などの資格取得を目指す一人親家庭を対象とした高等職業訓練促進給付金の受給対象者を募集します。詳しくはご覧のところまで。県では資金調達力の乏しい中小企業者の設備投資のため、機械設備のカップ販売、リースを行う機械類貸与制度を実施しています。詳しくはご覧のところまで。その他のお知らせはご覧の通りです。以上、県からのお知らせでした。ここで視聴者プレゼントのお知らせです。今月はこちらの商品を抽選でプレゼントいたします。ふるってご応募ください。うまんちゅ広場はインターネットでもご覧いただけます。こちらへぜひアクセスしてくださいね。それでは皆さん、ご一緒にいっぺんにてみる。バイバーイ。